ユドミラ・レオン・チェオコさんです。よろしくお願いします。皆様拍手でお迎えください。そしてロシア語通訳はドミトリー・トカチェンコさんです。では皆様、早速ですね、会場から、ご質問などをいただけたらなと思います。挙手でお願いいたします。それでは一番前のお客様、早速お願いします。とても素晴らしい作品をありがとうございました。こういったなんか信仰となんか俗物の関係の話って、僕ずっと見てて思ったんですけど、なんかミハイルとアナスタシアの関係や、なんか昔のフェリーニの道の残飯とジェルスミーナの関係のようにも見えたりとか、あとなんかあの道って日本語ではタイトルなんですけど、ジュリエッタ・マシーナとアンソニー・マクイーンがいて、конечно, это такая история, она повторяется и в каждом времени, и в каждой стране. Это своя история. В России больше напоминает это Достоевского «Кроткая» его фантастический рассказ, но тем не менее это оригинальная история, написанная режиссером и автором сценария. И, конечно же, человеческие страсти и вот эта биполярность отношений, она вокруг нас. Это нас всегда интересно. もちろんまずご質問ありがとうございました。そして本日の映画のこのストーリーはもちろんどの時代でもどの国でも何回も繰り返されていると思いますが、ロシアの場合といいますと、まずドストエフスキーという作家の「おとなしい女」という小説がありまして、それと対比になっているということだと思いますので、人間関係、人間の中のパッションという話なんですね。で、先生、今の僕感想だったんですけども、ちょっと質問がありまして、印象的だったのが、やっぱり冒頭と終わりのやっぱり修道院の中での雨のシーンなんですね。でアナスタシアは冒頭の方でいわゆる窓の外の葉に当たる雨が海のようだというふうに無双しまして、で目が見えるようになってきてから実際に海に見に行くと、そこでやっぱりその海を見てちょっと恐れを抱きますよね。で最後に視力を失って再び修道院に入ると、やはり雨が降っているという。とても美しいシーンなんですけど、雨と信仰に対するなんか思いっていうのはどのようにことなんでしょうか。конечно большое спасибо что вы это увидели конечно авторы старались это показать и там на протяжении всей картины об этом говорится работает мастер-оператор, который снимал эту картину, мастер очень высокого класса, он смог передать как раз эмоции режиссера через съемки дождя и воды. Господин, спасибо большое. И, что вы заметили, я благодарен. В самом деле, этот камерамен был одним из самых знаменитых камерамен в России, российского высокого класса. Он был режиссером.感情をこの雨を、撮影することを、に通じて、表現しようと思ったそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして。
あと最初にお手を挙げていただきました後ろの方の方の、お客様、今手を挙げたままでお願いいたします。私もドストエフスキーの小説みたいな作品だと思って見ていました。とても重くて誠実なテーマの作品で、いかにもロシア映画ならではの世界だというふうに感じました。それでこの作品を作ろうと思った経緯というのはどのようなものだったんでしょうか。ドストエフスキーを意識したということは原作というよりもこれがオリジナルだったのでしょうかということと、あと黒いガラスという題名の意味というのはどういうものなんでしょうか。Да, много вопросов. Сейчас я, значит, конечно, объясню. Это оригинальное произведение Лопушанского. И я думаю, что вот эта биполярность отношений, непримиримость отношений между людьми, которые показаны в этом фильме, они для русских непонятны отношения. Мне как раз интересно, если вот для вас тоже отклик вашей души именно об этом.いろいろご質問いただいてありがとうございます。まずはこの作品はやはり、ロブシャンスキー監督のオリジナル作品です。そして彼はロシア人であればよくわかるようなこの人間関係のいわゆる反体制、どうしても平和になれないというアイディアを考えて作りましたけれども、逆に日本の観客の皆さんだったらどういうふうにそのことを受け入れられるかと思っていました。По поводу названия, конечно, многие для себя находят в этом названии что-то свое. あとタイトルの話ですけれども、そのタイトルのことを考えるとそれぞれの人は自分のことを考えると思います。Кому-то кажется, что это связано косвенно напрямую с главной героиней, и что она как сквозь черное стекло смотрит на тот мир, который ей открылся и должен быть белым. ある人は、その黒いガラスというのは、女性の主人公は、もともと白くなっているはずの世界を黒く見えているということだと考える人もいます。Но для меня сквозь черное стекло здесь смотрят обе стороны, и каждый видит сквозь черное стекло. Это вот говорится о непримиримости этих биполярных взглядов. でも個人的な意見ですけれども、黒いガラスっていうのはその主人公である女性だけじゃなくて。全員みんなの人は自分の前に黒いガラスが立っているので、なかなか平和になれない、相手と平和になれない、相手のことを理解できないということだと思います。すいません、すべてのご質問に答えられましたか。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、お客様、では前の女性お願いいたします。本日は素晴らしい作品拝見できました。ありがとうございます。いろいろ深いテーマもあって考えさせられる部分も大きかったんですけれども、やっぱり男女の問題で女性の方が精神性が高くて、こう男性が権力志向っていうのは各国ある問題かなって思ったんですけれども、やっぱり例えば男性がお金と権力に取り憑かれていたら、私は結構もう諦めてしまったりすることもあるんですけど、アナスタシアがこうあなたのために祈りますって言ったその信仰の高さがすごい強いなと思って驚いたんですけれども、でも結局はやっぱり去っていくというか、見放したというか、変えられなくて諦めていってっていう結末になったと思うんですけど、監督はやっぱりそういう
なんだろう、お金とか権力に取りつかれた男性を描いた特効薬は一体、まあ、何があるっていうふうに考えているのかなっていうのをお聞きしたかったです。Ну, все-таки отношение режиссера к православию здесь явно выражено. И, кажется, конечно, это речь о всепрощении, о том, что она будет молиться за эту душу, как и любому человеку, бороться за эту душу. Ну, а この女性の主人公と同じように、まあ、相手のことを祈ります、あの、信仰しますということだったんですけれども、監督自身もやはりロシア正教という考え方であって、いくら相手にやられても、まあやっぱりこちらからは祈りたい、つまり相手の魂を助けたいという考えは強いということです。わかりました。すごい学ぶところが多かったので、はい、実践したいと思います。私も、はい、ありがとうございました。では続きまして、あ、では大きく手を挙げていただきました右側の男性のお客様、お願いします。辛すぎちゃう。先ほどの質問の方にちょっと似たようなことになるんですけれども、先ほどの方はフェリーニを思い出したという話でした。私は黒澤明の羅生門も冒頭のシーンを思い出しました。そこで雨のシーン、それから海のシーン、それから主人公がやたらと水を飲んでるんですね。なんか水に対する思いというのが、まあ、監督の暗喩というか意図としてあったのかどうか、先ほど海のシーンなどは雨のシーンなどはそのカメラマンがそのアイデアでそういうものを撮りたいということだったと思うんですけども、監督はその何か深い意味というか、まあ、本当に言いたかったことをそういうところに込めているのかなと思ったんですけど、いかがですか。Безусловно, режиссер закладывал туда, у него огромный жизненный опыт, это очень глубокий человек. Это человек, который получил не только режиссерское образование, но музыкант по первому образованию. И он закладывал бездну мыслей, а то, что вы увидели, и то, что у вас, ваша душа отложилась, это как раз вот, говорит о его высоком профессионализме. もちろんカメラマンの考えもありましたけれども、監督自身はとても深い人物で、実は監督の教育を受ける前に音楽家としての高等教育を受けたんですね。だから音楽の分野でもこの映画の分野でもとても深い人物で、いろんな意味を入れていたんですけれども、まあ、その結果で皆さんの心にも何か反映したのも、だからそれぞれの観客の皆さんは何か自分が感じることを見つけるだろうと思います。海のシーンで夜の海だったじゃないですか。でとても波が高くて怖い動物